どうもあの受賞者の皆さん、本当におめでとうございました、遠くから駆けつけていただきありがとうございました、それから審査にあたられた方々、本当にあのいい賞を選んでいただきまして、選んでいただきました私もあのもちろん一緒に <laughs> 選びましたありがとうございました、そしてあの本日はあいろんなあのパナソニックの有効財団の方々もたくさんいらっしゃってますし、また教育財団、 から福祉財団の方もたくさんご参加いただきまして本当にありがとうございました。えーあのー、先ほど源田さんあの、ままあ、実質今回は実質的な審査委員長をやっていただいたんですけれども、あのー、いくつか基準を上げられてこうオリジナルなアイディアがあるとかですね人の 人をぐいっと引きずり込んで動かす力があるとかあとネーミングが大事だとかいくつかあのおっしゃられて私もう20年ぐらい前ですかね大阪大学であのせ専門のほかに1年生の大きな200人ぐらいの授業を持っていたその時のことを思い出しましたであの全然こうみんなお利口さんなあの答案ばっかりでえー 言ってることは間違ってはいないんだけどっていう答案が多いのとそれからまああのもう IT の時代ですからどこから引っ張ってきたのかみんなよく似た答えが書いたりしてですねなんかもうものすごくむ虚しくなってきたことがあってある時ですねもうそれで「題が良かったらタイトルが良かったら」 だだったら寮に寮だったたららににしてあげるそれからもう一つこれが大事なんですが読む私を揺さぶったら喜怒哀楽何でもいい腹が立っても憎たらしいと思ってもいいけど私の心を揺さぶったら必ず合格点あげるっていうのを宣言したんですそしたら素晴らしい答案で前面とも全く違うんですよ。 だからもう大阪大学の教育対象の、え、あ、もらってもいいなぐらいに思っていたんですが。実はですね。ほぼ全員優位にしたんですね。みんなランク、こう一つずつ上げていくと、優うになっていくんです。そしたらですね、実はその。あの、翌年の新学期が始まった時に。当時の教育担当の副学長から。呼び出されました。 2,500人ほどいる1,000人教員の中で3人ワースト3っていうのが選ばれてですねほぼ全員優にしているあなたは最典の努力を怠っているっていう, <laughs> いうことでめでたくワースト3に選ばれ呼び出しを送って説教を食らいました反論もしましたけれど。 その翌々年に私は実は大阪大学の教育担当副学長に選ばれましたっていうのがいかに先進的であるかっていうなんかあの、ね、あの話になるんですけれどもあの私がその採点する私に喜怒哀楽の感情を起こしつけておベンチャラで喜ばせてもダメだと本気で。 嬉しく涙出そうになったり本気で腹立ったりとか言ったのはなんか今の,あの、まあえー、若い人に限らないけれどもでも多くの若い人がですねなんかこう自分の周りにこう透明の壁ガラスの壁のようなものを作って周りをないことにしているできている人たちって多いような気がするんですね。例えば電車の中ででも こう自分の大事な人とつ,がつながろうと思っているのかどうか知らないんですけどずっとこうメールやってるメールはいいんですけど最近見てるとメールじゃなすてゲームの方がはるかに多いですよね。でその時あとお化粧もその一つかもしれません。一応周りがないことにできてる ですよね、で僕そういうあのを見ていて気の毒だなと思ってつまり自分が周りをがないことにできるっていうことは逆に自分が周りからないことにされる可能性っていうのもあるっていうことでそうするといつか知らない間に自分が誰からもないことにされている人間いないことにされている人間そういう意味でのものすごい キリキリしたことをて自分をむしろ追い込んでるんじゃないかっていうな気がしてすごくこう痛い感じがすするんですねであの私は実はあの7年前から仙台のメディアテイクっていうあの文化複合施設であの運営の仕事をさせていただいてるんですけれども、まあ、ここはあのアートを使って。 あのいろんな市民の社会活動社会文化活動を支援するっていう施設なんですけど一つものすごいあの強烈な特徴があってですね7階建ての建物が総ガラス張りで中が丸見えでその丸見えが徹底していて壁がないほんの少しあの資材をあの運搬するエレベーターとおトイレとトイレは絶対いりますけど <laughs> あとあの,ああのエスカレーターの横のとかあのごく一部あの壁はあシアターの壁ですねそれだけはあるんですけどそれ以外は全く壁のなない空間なんですだから事務局私も事務局のど真ん中に座ってるんですけど事務局からは事務局の向こうにカウンターの向こうにあるあの活動している人あるいは図書館代わりに本を読むのに使っている人なんかが見えるし逆にそういう。 人たちも事務所の中丸見えで会議している様子も全部見えるんですねでそんな中で私すっごく面白いなと思っていたのがあの地元の高校生受験生がですね、えー、その7階のうちの3層分は図書館なのにそっちへ行かないでわざわざ7階の事務局のあるところでですね、えー、自由に使えるテーブルと椅子があるので受験勉強してるんです。 そうすると市民の方からよく苦情が来るんですね「あれ受験勉強は図書館でやれあいいんだ市民の自由なあの憩いの場を邪魔しておる」とか言ってですねクレームがつくんですねで私はそういう意見があったときに「いやこれがいいんです」っていうふうにあの押し返しましたあの「いさせてあげてください」なぜかとというとね彼ら 受験勉勉強強しながら社会勉強ちゃんんとでできてるんです例えば勉強しているす,すぐそのあたりにカ,あのカウンターがあるわけですけど例えばカウンターではやっぱり先ほどのクレームじゃないけれどもトイレが汚いとかあの,あの人たちがうるさいとかあの人物を食ってるとかもうクレームが結構来るんですけどそれ丸聞こえなんですね受験勉強してても。そうするとはー 大人ってああいう講義の仕方クレームの付け方するのか？か改めてうんて何も言わないんですよ。聞くともなく聞いて勉強してるで、こっちの横ではもうあの定期的に哲学カフェっていうのが開かれてるんですけど。あと民話の聞き取りの会とかいろんな開かれてるんですけど、あの壁も何もないから勉強しててもですね。哲学カフェの議論がいっぱい聞こえてくるわけです。うん。あの 例えば、ね、あの特にあのメディアテイクの哲学カフェはずっとあの被災ということについてみんなで考えてきたのでなかなかシビアな問題も多いんですけどでも子どもたちはぜうるさいとは絶対言わない本当だったら集中したかったら図書館行けばいいのにあえてそこに居続けるいうことはあ自分には全然そんなこと考えたこともないけどこんな世の中にはこんな問題っていうのも あるのかしっかり考えないといけない問題あるのかということを知ってしまうわけですだから受験勉強しながら素晴らしい社会勉強をやってるんですねつまり周りをないことにしておく起きたかった子供が高校生が壁を少し取っ払って自分の関心の全然なかった外の世界にあえて窓を開けておくということが起こって でそれをさらに一歩そこから自分が今度は窓を開けとくだけじゃなしに出かけていったのがあの、えー、ネーミングであの,あの特許取っといた方がいいって言われたあの子ども祉院じゃないかと思うんですね子ども祉院の人たちはまあこれ大阪だからかもしれませんあのおせっかい文化っていうのがあってほっと言ったらいいのにわざわざ噛んでいくっていうあの独特のおせっかい文化が。 子どもたちに浸透しているのかもしれませんがねえご容疑さんみたいなものじゃないですかなんか困ってあの用事ありませんかとかねあれは「キャナイヘルプユー」自分は今あの何もしないここにずっといますからもしあのしにできることだったら行ってくださいねって「キャナイヘルプユー」っていうあそこに本当は窓を開けとくメディアテイクのこからもう一歩進んで前に出ていったっていうのはすごい。 一歩だと思うんですね。あの周りに関心閉ざすんじゃないし関心を持つということ。関心って英語であのインタレストって言いますよね。インタレストっていうのはここだけちょっとあのちょっと元大学教授らしいことですが、<laughs> インテルエッセってラテン語で言うんです。インテルエッセって英語で言うとインターは一緒ですね。 インターナショナルのインタインタラクションがエッセーってのはビーニングいるとかあるという意味です。だからインインタレストの語源というのはインタービーニングということなんです。お互い関わっているつまり関心を持つっていうのは自分の中に閉じこもらないで人と人の間に自分が出ていくっていうことなんですよね。でそれで僕はお一番大事だと。 あの思いますのはあの石巻の,その震災後日虐待後事の方あのあれもあったしそれからあの赤ちゃんの触れ合いもそうなんですけれどもあの子どもたちにとって一番きついのは最初言いました、ね。じ 自分が周りをないことにしてるんですね知らないうちに自分の方が周りから世の中からないことにされているということだと思うんですね。で、えっ、ー、とどなたかが自己肯定感が低い子どもたちっていうのをどどの、えー、どの受賞者の方がおっしゃってましたけれども自,自己肯定感が低いっていうのは要するにプライドを持てないっていうことです。ププラライイドドってその偉そうなな意味のプライドではなしにあの 文字通り自尊心つまり自分を立っとぶつまり自分を大事に思える気持ちですよねそれをプライド自慢するいうことじゃなくて自分を何てかどうでもいいいてもいなくってもいい存在と思うんじゃなく自分がここにいていいんだあるいはいることに意味があるんだっていうふうに思えるそういう意味でのプライドっていうのは。 普通プライドっていうと自分はあのー、あそれこそさっき出た例では「灘光でもな,なんや」とかですね「俺これ全国大会に出た」とかです、ねえー「子どもの心を育むフォーラムで金賞を得た」とかですなんか自分がやった実力があってあのプライドを持てるって普通考えられますが逆なんですね。プライドというのののは人からの贈り物として自分の中で 静かに育つものなんですつまり贈り物ってどういう意味かっていうと人に大事にされるということですあるいは人にないものとされないで気をかけてもらうあるいは心配してもらってるあるいは見守ってもらってるっていう誰かが自分に関心を持ってくれてるっていうその感覚からプライドって生まれてるんです。 もう本当は亡くなった方がいいような存在だと思っていながらもでもあの人なんか自分のことないことにしなくってむしろ気にかけてる大丈夫かって思ってくれてつまり他人が大事にしてくれるということはそれにもそんな目があるのかなってやっぱりいてもいいのかなっていうふうに。 他人に大事にされることで関心持たれることで、人がプライド。つまり、自分を大事にしないと。こんな自分でも大事にしないといけないなっていう気持ちになるんですね。そういう意味では、あのプライドを、私たちが、そういう意味でのプライドを。きちっと、あの送り合える、そういう社会。にならないと、今はむしろお互いがみんな。ないことにし合っている。 社会ですからあのそういう社会、えっと、もう一回我々はあの過剰なおせっかいにはならないように気をつけながらもあのが努力していかなければならないんじゃないかと思います。あの心を育むということの,あの根っこにはきっとそういう大事に思う関心を持つということがあるんじゃないかなと思います。 あの好評じゃなくって怖っでも怖っっていう言葉恥ずかしいのであの次回表彰式からちょっと違うあの <laughs> あのタイトルにさせていただきたいと思いますでも本日はどうも本当におめでとうございました増田長ありがとうございました。